毎度いつも動画をご覧いただいている方、誠にありがとうございます。今回初めてという方、このチャンネルは風景と漫談を中心に展開しております。初めての方で何やこれっていう用語出てくると思いますが、聞いてるうちに分かってくると思いますので、過去動画ではバンバン言ってますので、このご時世やからそれは仕方ないなって温かく見守っていただけると幸いです。今回の風景と漫談は、自己啓発潜在意識の活用ポジティブシンキングのお話したいんです。願えば叶う、これはね合ってると思います。私の体験もちらっと入れます。願いは叶ったらあかんものもあるんです。私は高校を卒業したぐらいにジョセフ・マーフィーというアメリカで活動したアイルランド出身の宗教家の書籍を読み漁ったんですね。ジョセフ・マーフィー先生は1898年生まれ、明治31年から日本のバブル期1981年に亡くなられた方やねんけど、潜在意識を活用すれば願いが叶うっていうのはもう体験済みなんですね。だからすごく感謝している反面、やばいなって思うことがいくつかあったのでご紹介したいんですね。会社員を辞めて、なんとなくこういうことしたいな、ああいうことしたいな、あそこのポジション行きたいなっていうのがミラクルのように叶っていった時があるんですね。で、求人を見てここ行きたいって思ったところ落ちて、落とした人が数ヶ月後、2、3ヶ月後、私がトントントンって入ったお仕事の現場にいらっしゃって、私あなたに面接で落とされてんけどって言ったら、落ちてよかったなって言われて、ほんまにあの時あそこ就職せんでよかったなって思ったんです。で、つい最近っていうかこの10年であそこ落とされてよかったって思ったんです。その会社ってとても有名な、皆さんご存知の方の会社で、赤い旗の新聞にも載るような有名人のところやったんですよ。だいたい潜在意識を活用しよう、自己啓発ポジティブシンキングとか言うてはるところって、ニューなんとかっていうなんとかの部分そうとやねんけど、根底がそこの宗教系なんよね。私は勝手にスピリチュアルの原点やと思ってんねんけど、スピめっちゃ活用次第ではええと思うねんけど、ハマり方によってあかんでって思ってんねん。なぜならば、私はお仕事の関連であるスピの翻訳家の先生の勉強会に、枯れ木も山のにぎわい風に行ってきてって言われて行った。で、いやなんか気持ち悪いわ、あかんわ、早逃げたいと思って、トイレ休憩の時に帰ってきた。あ、用事思い出した。古典的なやり方で、スピリチュアルって社会の窓とか共に産業友さんのところの思想が地味に上書きされていってるような気がするのよ。そういう憧れの世界を作ってそこに誘おうとしてるのちゃうのって思うことしばしばやね。ジョセフ・マーフィンの翻訳が主に2人いらっしゃって、お二人ともこの世を去ったので安心して言えんねんけど、催眠商法の原型を作られた方で、そこから自己啓発セミナーを広めていかれた。もう一人がお幸せや統一系の学者さん。がしかしジョセフ・マーフィー先生大好きやねんな。それと、思想は現実化するを書かれたナポレオン・ヒルの悪魔を出し抜け、めっちゃおすすめやねんけど、ヒルさんの生前に出された書籍より、次の書籍50年後に発行されたものの方が本質をついてるな、私が実践していったことが書いてあるな、悪魔を出し抜け。私いろいろ理不尽なことがあって、戦わないといけない時に相手の心に不安と恐怖を与えることにしてきてんけど、まさにその手法は間違いじゃなかったっていうことが書いてある。ヒルさんはそのつもりじゃなかったはずやねんけど、実際私がいろいろ経験して、いろいろ手探りで心理学の本とか読み漁って、ムカつくやつには不安と恐怖を与えとく
っていうやり方やねんけど、ヒルさんの書籍である財団のことが悪魔にとって敵やでみたいなこと書いてあんねんけど、いやいやそれはちゃうかったなやねんけど、まあそういう細かいところはいいとして、書籍から得るものはめっちゃあんねん。がしかしわざわざ翻訳家のところに行って教えをこうとかせん方がええんちゃうかなって私は思ってるんです。私、戦時中までに書かれた先人の書を紐解き、歴史の真実をごそごそしてきて、Amazon Kindle 電子書籍で出版してきたんですけど、それまでのお仕事って、有名著名人にお会いすることばっかりやったんかな？で、リスペクトできる人って、専門家、お医者さんとか、その道のプロやねんけど、タレントさんにお会いする機会も結構あって、皆さんが抱いてるイメージ、私もテレビ画面で抱いてたイメージの方、全く違うっていう人も結構いて、ずーっとマネージャーさん怒鳴り散らかしてる人とか、まあいろんなタイプいますよ。で、憧れてはいけない人って結構いるので、知識は書籍の中からありがたくいただいて、それを広めてらっしゃる方のところはちょっと引き気味に見た方がええで。インターネット、SNS では、日本人であるならば保守でないといけないっていう洗脳が繰り返し行われててんけど、日本の保守を言うてらっしゃる方、保守論客の方たちってお隣の藩の国の関東言うねんけど、あそこの宗教メディア統一さんで活躍なさっている人が多数で、統一系もしくはお幸せ系、私は新しい分野、この人一体何やろと思った時は必ず画像検索することにしてるんですね。ただ単に画像検索しても出てけへんけど、右に翼うなんとか、左の翼さなんとかとか、いろいろ文字打ち込んでそれ系なんかなって調べるんですけど、保守の代表格の方が有名な右の翼の人とお写真撮ってたり、ああやっぱり右も左も保守根っこが同じやねんな。保守論客の方たちで、年下おっちゃんとおばちゃんがお目目隠して、このアピールは何っていうのを見つけてから、やっぱりな、避けててよかったって思ったんですね。とにかく私は10代最後の方に出会ったジョセフ・マーフィーの書籍のおかげで、結構楽観的にいろいろチャレンジしてきて、やりたいな、行きたいなと思ったところ結構軽々できたりしてたんですよ。今はあの藩の国ブーム作られた頃からがっつり身動き取られへんなったけど、望めば叶う思考は現実化するもんやけど、やっぱりご時世によって叶わないものもある、で叶ってしまったらあかんものもあるって体験して、今私がやってることをもう挫折続きやねんけど、発明家のエジソン思い出すことにしてんねん。トーマス・エジソン、発明で失敗続きやったエジソンが言った言葉、私は失敗したことがない、ただ1万通りのうまくいかない方法を見つけただけだ。成功する直前までめちゃくちゃしんどい思いしてこられた方の格言、私も今諦めたら元の木阿弥やから、とりあえずやっとこうってめげないんですよ。